おはようございます。ジンムです。今日もあつ森やっていきます。今日は写真チャレンジを3日分やりたいと思います。というのも時間はね、まあリアルタイムなんですが、3日分の写真チャレンジを1本の動画にしたいなと思い、というのもですね、なかなか写真がもらえなくって、まだかまだかと、まあ、ジンム自身が待ちきれなくなりまして、このような形でプレゼントを選んでいきたいと思います。このトタケケさんの曲、いい曲だし、カモミちゃんが可愛い。写真をもらえていないのは4人で、ドレミちゃん、カモミちゃん、ジャックくんこと社長、あとさりげにペーターくんね。ペーターくんが一番不明なんだよね。ずーっといるのに。全然写真もらえんくて。ということで、早速プレゼント選びに入りましょう。あ、待って、誰かの落とし物あるんだけど。じゃじゃじゃん。落とし物も写真チャレンジになるんだよね。で、2枚目とかでもね、全然嬉しいから。え、誰でしょう。土ぼこりにまみれた、よく使い込まれたポーチだ。ほんのり湿布の匂い、ちゃちゃ丸。はい、決定。あとで私に行きましょう。いや、そろそろね、プレゼント選ぶのも難しくなってきたんだよね。もう上げすぎちゃってさ、750ベル以上の家具とか服か、例えばリンゴを、自分の島の特産じゃないリンゴを2つ包んであげる。ラッピングしてあげると写真のもらえる可能性があるらしい。まあ、それも、二つっていうのは、1個500円だから、売り値が。特産じゃないフルーツは。なので、二つ包んで1000円にしてプレゼントすると、写真がもらえるらしいです。で、ですよね。あ、ペーターくんにはこのワイルドな丸太のベンチとか、あ、でもこれ待って、しまくりに使いたいからっていう理由で取っといちゃおう。いやー、むずいなー。もう部屋の中ね、プレゼントあげすぎて割とめちゃくちゃなんだよね。だからもう似合う家具をなんとなくあげるか、服も750ベル以上だったら大丈夫らしいんだけれど、まあ、どれがね、750ベルかがわからないわけですよね。ということで家具にしようか。この辺ね、この辺はね、いくらあげてもおかしくなんないから、社長にもあげようか。あとはクマさんもあげがちですね。これもあげてもね、どんな風に置かれてても可愛いからね、いいよね。あと小物家具だったら机の上にね、置いてくれるから、あ、このケトルとかね、可愛い。裁縫箱もあげよう。ちょっと適当に取り出して、誰にどれをあげるかは後で決めます。コーヒーカップもこの黄色も可愛いし、マグカップ、あ、でも安いかな。750ベル以下かもしれんね、このあたりは。あ、この辺はちょっと高めだけど、ちっちゃくて可愛いかもね。アンプとか、ちょっと社長とかに音楽を聴いてもらったりしようか。このアンスリウムもね、おしゃれだからバシバシあげちゃうんだよね。2つ色違いで渡そう。こんなもんかな。チビちゃんもね、いいよね。じゃあチビちゃんも持っていって。で、包んでいきましょう。お、社長がカモミちゃんエリアにおる。相変わらずその着物似合ってますね。じゃあ本日の社長にはこちらのアンスリウムを差し上げましょう。いや、社長、今日もメガネが似合ってる。そして口癖はリリアンちゃんのリンリンが映ってると。相変わらず女ったらしですね。あ、そろそろ社長にさ、メガネ、そっかそっか、落とし物の選択肢が先に出ちゃうので、落とし物はちょっと先に届けようか、ちゃちゃ丸に。違うね。じゃあね。メガネ、そうだな、社長のメガネも、でもさすがにちょっと社長にメガネあげるときは、パニーの島で試着したからにしようか。あ、ちゃちゃ丸、ちゃちゃ丸何見とん？なんか、上の段のヒイラギを見てるみたいで可愛らしいな。ちゃちゃ丸もね、もう一枚写真くれたりせんかね。おもちゃちゃまむ、うわ。おもちゃちゃまるるん。ということで、落とし物。ピエン。そのまるピエンにした口癖。一周回った。これは、生き別れになってた、おいらのポーチ。生き別れ？届けてくれてありがとな。もう見つからないかと思ってたよ。お礼にこれを受け取ってくれ。あ、服だ。トレンチコート。なんか、おしゃな名前やがどうなんだろうか。すごいニコニコで可愛い。じゃじゃじゃん。
うわ、おしゃん、こんなん持ってなかった。ちゃちゃまる、お主センス。おお、貴様も着替えるのか。思わず貴様とか言ってしまったではないか。やる気満々で虫を取りに行くちゃちゃまるであった。かもみちゃんは座ってるから渡せないので、後で竹家の曲を聴きに来たかもみちゃん家に遊びに行こうとした社長をプレゼント対象にします。社長もそろそろね、仲良し度もマックスになってるんじゃないかな。動画外でもね、結構上げてるんですよ。でも全然くれない。そしてこの顔すごい。ありがとうって言われた。え、お礼くれなかったんだけど。あれ、アンスリームって安い、もしかして。でも990、あ、売り値が750以上。アンスリームって売ったら安いのかな、もしかして。ちょっと試してみるか。ああ、全然だわ。売り値、あれ、売り値が750ベル以上だったかも。売り値って4分の1ぐらいの価格になるんだね。なるほど、なるほど。それは結構高いものあげんとダメってことやね。知らんかったので皆さんもご注意を。ちょっと他のやつも心配になってきたので、ちょっと見ときます。わ、安いわ。ダメだわ。だって750で、だから買い値が、買い値は3000ベル以上じゃないとダメか。あれ、合ってるかな。ダメそうだ。なるほど。ちょっと攻略サイト見てくるか、一応。うん、売り値が750だった。うわ、勘違いしてた。じゃあこの辺とかは、これは4300ベルだから、これは OK なんだね。だから買い値が3000ベル以上だったらいいんだね。これは、これはダメだ。1300だから安いもん。じゃあやっぱフルーツいいんだね。フルーツを2つ包んでプレゼントすべしってことね。これは絶対お高いよね。うんうん、よしよし、わかったぞ。ちょっとこれでね、一つ賢くなったので頑張っていきたいと思います。でも本当に結構必要ってことやな、それは。ちょっとフルーツに手出すか。いやでもな、うーん。いや、フルーツに手出そう、決めた。頑張る。ちょっと写真はやっぱもらいたいわ。だって仲良くなった証でしょ。あと好きな言葉も早く知りたいんだよね。調べればわかるんだけど、写真の裏で覗きたいっていう気持ちもあるんですよ。ドレミちゃんが家にいるので行ってきます。お、 DIY してるね。ナチュラルなスクエアテーブル、ありがとう。そういえばジム、ここに置いてあるさ、積み木のスツールっていう家具、これ持ってないんだよね、レシピ。まだ持ってないレシピ結構あるんだよね、実は。ちょっと頑張んないとね。で、このマリンバだったら、ドレミちゃん家にも合うし、新しい趣味、新しい趣味にしてくれると嬉しいなということで、あげようかな。似合わないかな。あ、なんか似合わない気がしてきた。ちょっとプレゼントあげるの恐怖症になってきた。どうしよう。いや、でもドレミちゃんにはね、ジンムの島のドレミちゃんの特徴を持ってほしいので、マリンバあげちゃおう。ぜひね、楽器を練習してほしい。どうぞ。うん、アクセントになるはずだから。そしてついでに写真を。リボンボーラーハット。なんだそれ。なんかおしゃれそうな帽子もらいました。じゃじゃじゃん。うわ、おしゃん。なんかちゃちゃまると、ちゃちゃまるからもらった服と合わせて、すごい、なんだろう、お上品なジムになりましたね。ちょっと今日は、ジミさんからお礼にもらった服をどんどん着ていこうか。バイバイ。相変わらず野球の服を着てますが、ピーターくんには、モンステラはどうだっけ？モンステラ3000円以下な気がする。1700、足りない。本当に売り値って4分の1だよね。うん、4分の1で合ってるわ。じゃ、ダメなんだ、これじゃあ。ちょっと明日の分はこの、ショッピングリストからちゃんと決めよう。で、今日の分は、待って、熊野奈美ちゃんは？
ナミちゃんもダメなんだ。それ写真もらえないわけだよ。いや、今このね、あつ森のバージョンの話なんだけど、1.4.1 かな？今 1.4.2 だね。1.4.2 のバージョンの話だから、もうすぐ来るね。1.5.0 かな？秋のアップデートにはまた変わるかもしれないけど、とりあえず今はダメなんだ。なので、ちょっと今日はこのフルーツね、ちょうど梨を持ってるので、こちらでチャレンジしたいと思います。フルーツはね、売り値が高いんでね。あ、座っちゃったペーター君。虫の方呼んどるし。一回外出よう。よし、今だ。待って。よしよし。ペッタンペーター。ペッタン。ということで、あげます。これは写真をもらえる条件を満たしているはず。いや、調べてみるもんだね。全然知らなかった。なしだー、いい匂い。チームにもにありがとう。もう匂いだけで幸せな気分になれちゃうよ、ぺったん。どうだ？バイキングの服。いや、これでも、この条件を満たしても確率は 10% 以下らしい。すごいさっと座ったね。写真をもらうのは相当難しいことですね。かもみちゃんは座っているので、もう明日の分を決めよう。ちょっとショッピングリストから決めるために一旦荷物整理します。よしよし、ショッピングしよう。3000円以上のものだったらいいんだよね。そう思うと意外とさ、たぬきショッピングは良心的すぎて、あんまり高くない。あ、このアルトサックスは買おうか。これは、まあ社長か、ドレミちゃんにね、さっきもマリンバあげたので楽器の趣味をあげてもいいかもな。アンティークな椅子も1万円なので結構お高い。あ、やば、お金持ってない。お金下ろしていきまーす。よし、アンティークな椅子。アンティークシリーズお高いな。椅子がね、ちょうどいい価格帯かなと思うので、ナチュラルをカモミちゃんに、あとブラックを社長にあげようかな。似合う気がする。あ、アンプは意外とお高いんだね。そしたら予定通りこの黒は社長にあげようかな。ウォーターサーバーもお高いけどどうだろう。エクササイズバイクもお高いけどって感じだな。あ、エスプレッソマシーンはいいかも。でもドレミちゃん家にもあったよな。ギターもいいのか。あ、カモミちゃん家にこの黄色のギターとか似合いそうだけど、でもカモミちゃんはギターは弾かなそうかな。ベースとかね、このギターめっちゃ高いんだよね、逆に。ちょっと今ね、資金が足りないので、お金足りないので、ここまであげれる余裕はない。これを社長にあげよう。なんか社長とドレミちゃん、カモミちゃんは選べるんだけど、ペーターくん、なかなか選べないな。フラミンゴあげる？フラミンゴのあの部屋には似合いそうだからあげようか。あとオリエンタルシリーズも無難に高いけど、あんま部屋似合わないよね。壁掛けか。壁掛け家具とかもまあありか。壁掛け家具開けるの確かにありかも。飾ってくれるのかな。キッチン吊るしとかね。カモミちゃん、ドレミちゃんちにはもうついてた気がするけど、カモミちゃんにあげたらどうかな。あ、もう5個頼んじゃったので、じゃあまた明日この続きから見ていきます。ということでまた明日に行きましょう。いや、しずえさん。写真をみんなにちょうだいって言っといて。お願いします。よし、2日目開けていきましょう。わあ、おちゃっこくんかわいいな。お、社長がお家にいるので会いに行きましょう。いや、社長のお家おしゃれだな、今のところね。そんな社長の部屋に、このアンティークな椅子のブラックをプレゼントしようと思います。サンドイッチ食べてる、美味しそう。アンティークな椅子でゆったりね、くつろいでください。質感もいいよね。学生帽をもらいました。じゃじゃじゃん。まあ、面白い。社長さんがくれるっていうのは納得のいく配色だけど、まあよかろう。お、ドレミちゃんは虫捕り頑張ってますね。そんなドレミちゃん家には、アルトサックスをね、あげましょう。さっきあげたマリンバとね、
マリンバと一緒にたしなんでほしい。かわいい。ちょっと近かったね。緊張しちゃう。ドレミということで、これもらって。どうだ？サーモントメガネ？何それ？なんか変な予感しかしないんだけど。じゃじゃじゃん。あ！おぉ。思ったよりおしゃれさんでした。変な予感しかしないって言ってごめん、ドレミちゃん。コートに似合うメガネをくれましたね。だんだんジムの格好がすごいことになっていきそうな予感です。で、今日もペーター君は引きこもってると。わあ、今日のファッションかわいいね、ペーター君。ということで今日はフラミンゴをあげましょう。オスのフラミンゴはこの部屋にはね、合うと思うんだ。どうぞこちらをもらってください。よし、写真を。写真をぺったんください。テニスセーター。なんかみんな服くれるよな。じゃじゃじゃん。まあまあまあ、ペーターくんも、この部屋に似合う服をくれたね。パンツになっちゃったけど、まあ今日はね、住人さんからもらったものを着る縛りなので、これでいきます。あ、でもさすがにズボン履く？恥ずかしいな。じゃあまたね。かもみちゃんが今日もさ、不在。あ、いたいた。ロボくんもいるね。じゃあかもみちゃんには、アンティークの椅子のナチュラルな色をあげます。ロボくんも、ジェミーさんさ、この案内所の前の川の近くでちょっと座っちゃうんだよね。まあ、そこも可愛いんだけど。あ、フラリンになってる。あれ、待ってたっけ？気に入ってくれると嬉しいよ、かもみちゃん。どうかな？そうだよ、素敵なアクセントになるで。どうだ？レインコートか。雨降ってないけど、まあ、降った時に使うかも。じゃじゃじゃん。あ、真っ赤っかだ。なんかちょっと学生部に似合うかも。どうすかね、琴乃さん、このファッション。ホラーなコーディネートを見せてほしいって言われた。これ絶対ホラー無理だわ。あ、え？ハロウィンの日に着るようなちょっぴり怖いダークなテイストのコーディネートを見せてください。え？まだアップデ前なんだけどこんなことも言われるんだね。知らなかった。え、ホラーのイメージだ服？ちょっとハロウィンのね、予習のためにもらっておきましょう。ヴァンパイアの服！確かにこれはね、ホラーだね。じゃじゃじゃん。紫だ。あ、こっちの方が似合うね。ジェミーさんからもらった服って言ったけど、この、琴乃さんからもらった服も着ていこう。あ、大きな蝶々。こいつはゲットしておこう。えい。チャック君に褒められました。アレキサンドラトレ、アレキサンドラトリバニアゲハを捕まえました。で、明日プレゼントする服をもう一度選びましょう。キッチンつるしと、あ、キャットタワーを、社長の家に送るか。え、キャットタワー触ってないのにさ、あのポンポンの部分が時々揺れるのちょっとホラーなんだが。ドレミちゃんにキュートシリーズの赤とか似合うかな？ちょっと派手すぎるか。まあ、リリアンちゃんにあげるようだね。あ、でも、オーディオプレイヤーのイエローをカモミちゃん、あ、これダメだ、安い。3000ベルいってない。キュートなチアのイエローをカモミちゃんにあげようか。社長にはアンプをあげるとして、問題はペーターくんだよね。わぁ、植物系安いなぁ。安かったんだ、こんなに。これは写真もらえないんだ。3000円超える家具意外とないよ。洗濯動きとかね、ペーターくんちに全然似合わないし、洗面台も、掃除機も。家電系はやっぱ高い。あ、ゾウの滑り台、白しか持ってないけど。これペータくんいいでしょ。これにしよう。あ、ソフトクリームランプもお高いから、これちょっと今日はあげないけど、頼んどいて、後でね、かもみちゃんたちにあげようかな。よしよし、そしたらじゃあまた明日やっていきましょう。よし、全さんおはよう。ちなみにジンムのね、おはようございます、ジンムです、挨拶は。静江さんが毎朝おはようございますっていうところからつけたんですよ。というか馴染んだというか、あれ？お知らせ？お、キャンプサイトに宿泊のお客様ということで見ていきましょうか。なんかすごい格好で出てきたと思ったけど、ジムだわ。
忘れとった。よし、写真チャレンジ3日目やってくぞ。いや、3日間やってももらえない、誰からももらえないってあるかな？まあ、あるんだろうな、確率すごい低いしね。お、かもみちゃんなんか悩みそう、悩んでる、どうした？キュートなオーディオプレイヤー、え？今からプレゼントしようと思ってたんですが、求められてしまった。あげるか。まさかの、今からかもみちゃんにあげようと思ったのに、プラリンということで。あ、違うわ。これかもみちゃんがジンマにくれるの？あれ？あ、そうだよ。キュートなオーディオプレイヤーは昨日、安いから、買わんってことにしたんやったわ。忘れとった。まさかの逆にプレゼントしてもらっちゃいました。え、色何色だろう。黄色だったらびっくりするんだけど。じゃじゃじゃん。黄色なんだけど。まあいいや。じゃあキュートなチアの黄色をね、かもみちゃんにプレゼントしていきましょう。運動中失礼します。どうかな、どうかな。欲しいやろこういうの。お返し。銃騎士の服？何それ？バンバンってこと？鉄砲撃つ人？じゃじゃじゃん。え、違う。え？え、何これ？なんかドラクエとかに出てきそうな。あ、騎士か。剣だね、これ。こんな服あるんだ。変なのもらっちゃったよ。なんとなくかもみちゃんのジャージの色とも一緒だけど。え、これで旅せんといけんやんね。マジかよ。運動中。あ、マリンバも、サックスも飾ってくれてる。あ、ジムにもね、ひょっとしてアルトサックを弾けたりしますか？ジムはね、クラリネットなら吹けるよ。私はまだまだ練習中でお聞かせできなくてごめんなさい、ドレミン。ああ、練習してくれてるんだ、嬉しい。え、頑張ってね。こっちはこっちは？ポン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 。あ、コメントなし。じゃあ、キッチンつるしを包んであげて、プレゼントしたいと思います。がー。あれでも待って、ドレミちゃんちキッチンつるしあるって話だったっけ？忘れちゃった。二重で配ったらごめん。そうだよ。どうだ？あれ？サーモントメガネってさっきもらったやつというか今かけとうやつ。じゃじゃじゃん。一緒やんけ。いろちやん。いろちくれたんやが。どんだけ買い持ってたの、ドレミちゃん。面白すぎる。まあいいか。ちょっと社長とペーターくんいないから起動し直します。なかなか見つからん、ほんまに。お、フランソワちゃんすごいおしゃれだけど。おしゃれ？天使の枠かわいいんだけど、普通の服に着てるとね。あ、引っ越しフラグか。まだまだ知りたいこと、見たいものたくさんあるわ。それでよその姉妹の引っ越しを考えているの。止めます、止めます。もうちょっと待って、もうちょっと待って。メヒン島もなかなかね、見送る決心がつかない。うわ、レックスくん来たけれど、もうちょっと経ったらね、誰かは見送るかもだけど、ちょっと待ってほしい。私自分のことばっかりで大事な人たちのこと全然考えてなかったみたい。え、嬉しいこと言ってくれる。分かったわ、引っ越しの話はこれで終わり。私はこれからもこの島の住民よ、フラリン。泣ける。でもね、いつか決心したら見送ることもあるかも。住民さんもいろんなとこ行きたいって言ってるしね。よし、あ、ラフな格好の社長さんに今日のプレゼントはこちらのね、キャットタワーですよ。いや、社長さんがキャットタワーでね、遊んでたら燃える。あげましょう。サプライズプレゼントです。じゃじゃじゃん。キャットタワー。猫だかんな。お礼は？じゃじゃじゃん。ノーカラーコート。
また服くれた。じゃじゃじゃん。わお、社長カラーじゃん。え、これもこれでまたおしゃれな。すごい白黒チックにまとまり始めましたね。社長んち音楽流れてないんだね。今度なんか音楽プレイヤー系プレゼントしようか。え、すごいラフモードでいいね。またな。お、ペーターくんいた。めちゃめちゃ木陰に隠れてたけど。あ、間違えた。なんか落ちちゃった。プレゼントは、象の滑り台をあげようと思います。いや、かわいい、その格好。あ、ちょっと上すぎるから、もう一度。もうなんかめっちゃ走っていた。あ、座ってしまった、こんな木陰に。かわいいんだけど、とっても見えない。すごく座り心地いいの、本当に。まあ、専用の場所にしちゃって、ペーター専用の、を立ってくれたので、話していきましょう。いやー、そのファッションいいな。頭のね、冠もすごく似合ってるし。ということで、さあ、今日最後になります。3日間にわたったプレゼントチャレンジ。ペーターくんから攻めてほしい。お願いします。ゾウの滑り台、滑っていっぱい。うん。いや、ジムもこういうの大好きだよ。お願いだ。ぺったん、お願い。ああ、違う。あ、チレンガな床。違うね、違うね。ありがとう。はい。いや、3日間チャレンジでもダメか。むずむずのむずですね。で、最後にキャンプサイト行って終わろうか。またこうやってね、3日間連続とかでの様子を動画に収めてみんなにシェアできたらなと思っております。よし、そしてドキドキのキャンプサイト入っていきましょう。じゃじゃじゃーん。え、誰だろう。スクワットくんだっけ。すごいヤンキー。うわ、スクワットくんだ。え、この子さ、角とか耳の先までピッカピカよね。腕にもさ、ピカピカなバングル。足にも前通し、服もゴール。え、めちゃヤンキーやない？なんならさっき髪の毛の後ろ姿ももじゃもじゃのさ、パーマの髪が見えたが。え、離島でもまだ会ってないよね、この子。デヤンキー、もうヤンキーやん、お前。口癖がデヤンキーやったわ。ちょ、髪の毛の後ろが、ほら見て。もくもくのテンパ巻いてるんでしょ。いや、さすがヤンキーやな。遊びに来てくれてありがとう。ぜひ、ジムの島のね、キャンプ場で楽しんでいってね。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。最後にぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram もやっているのでフォローしてください。それでは、ジンムでした。バイバイ。